西村慎吾7月7日は、日本の政治活動家、元弁護士。衆議院議員、防衛政務次官、衆議院懲罰委員長、衆議院災害対策特別委員長、衆議院海賊行為への対処並びに、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長、民社党中央執行委員、国際局長、自由党組織委員長、 内閣部会長、大議市会会長、大阪府連会長、太陽の党代表などを歴任した。指名表記は一般に新字体の信号が用いられている。ジップは元衆議院議員、西村栄一。いとこは元衆議院議員、西村正三。学府は元衆議院議員、岡沢寛治。実施に大阪府府議会議員の西村光。 1948年7月7日、西村栄一の4、男として大阪府堺市に生まれた。母、秀子は音楽家、陶儀鉄三郎の次女。一家は堺市上野芝向川岡町という丘の上の田舎の住宅街に住んでいた。西村が生まれた時には家に長兄夫婦、姉、小蔵、雄蔵がいた。小蔵は戦前戦後の混乱期に、 母子家庭となっていた聖家から栄一の元に来た。大阪学芸大学附属天皇寺中学校、大阪教育大学附属高等学校天皇寺、校舎を経て一郎後京都大学法学部に入学。大学には8年在学した。22歳の時、父、栄一が死去。西村によると、何しろ、父親が亡くなった上は、奮起して、生活路線を築くというのが、 大学卒業を控えた息子の通常の姿ではないか。しかし、僕は、その反対を転がり始めた。大学は卒業するどころか、8年も在学してしまった。裏表といえば、聞こえはいいが、僕の場合は、裏裏だった。8年で大学を放り出されるのが分かっていても、将来の進路が定まらない。それで、お袋は、ある時、突然僕にこう言った。明日。 食安へ行と、1976年京都大学法学部卒業。国と地方の公務員試験を数個受け合格したが、日本から独立してもやっていけそうな神戸市に就職した。神戸市には3年勤めて退職した。神戸市を退職した時の夕食後の家での会話は、ご飯を食べている最中に言えば食い物が喉に通らないので、食べ終わったから言うが、 俺は今日神戸を退職してきた。明日からは給料はないだった。1982年34歳で司法試験に合格した。1年前に結婚してすでに子もあった。37期司法修習生となる。1985年、弁護士登録。弁護士になって4年後、数ヶ月イギリスで暮らしたくなり、その間の生活費を稼いで家に入れ、 1987年12月に日本を後にした。ロンドンとケンブリッジの中間のサフロン・ウォールデンという小さな田舎町に下宿して勉強をしているとき、母に俺は政治家になり偉大になる。と手紙を書いた。母からの手紙には私は幸せだ。と書いてあった。この後正解入りするまでに連合大阪顧問弁護士を経験する。 西村慎吾弁護士法違反事件も参照。1992年7月、第16回参議院議員通常選挙の大阪府選挙区に、連合の会公認、社会党、民社党、社民連推薦で出馬し、落選。1993年7月、第40回衆議院議員総選挙の旧大阪国に、民社党公認、新政党推薦で出馬し初当選。 1994年12月、民社党会党、新進党結成に参加。同党初代党支選では、民社党委員長、米沢隆史の推薦人となるも、米沢は落選。1996年10月、第41回衆議院議員総選挙の大阪17区に、新進党公認で出馬し当選。1997年12月、新進党会党。 翌1998年1月、小沢一郎を党首とする自由党結成に参加。1999年10月5日、小渕内閣、第2次改造内閣の防衛政務次官に就任。2000年6月、第42回衆議院議員総選挙の大阪17区に、自由党公認で出馬し、小選挙区では、敗れるも比例近畿ブロックで、復活当選。2003年9月、 自由党回党民意合併で民主党に交流。同年11月、第43回衆議院議員総選挙の大阪17区に民主党公認で出馬し当選。2005年9月、第44回衆議院議員総選挙の大阪17区に民主党公認で出馬し小選挙区では、敗れるも比例復活で当選。11月28日、 弁護士法違反で逮捕される。民主党に離党届を提出したが、党の臨時役員会は、受理せずに除籍処分とした上で、西村への議員辞職勧告を決定した。11月29日、民主党が除籍処分を常任幹事会で決定。西村は、拉致被害者救出のために議席を維持しなければならない、として、議員辞職を拒否したが、 翌2006年3月18日、衆議院本会議で辞職勧告決議を受ける。2007年9月25日、大阪地裁において、弁護士法違反として、懲役2年、執行猶予5年の判決。組織犯罪処罰法に関しては無罪。検察側、弁護側ともに控訴しなかったため確定し、同法第7条に基づき資格剥奪。 2008年9月24日、改革クラブへ参加し、同クラブの衆議院代表に就任。西村の参加により、改革クラブは、所属議員が衆参合わせて5名となり、政党女性法に基づく、政党要件を満たした。内閣総理大臣指名選挙では、他の改革クラブ国会議員と同じ麻生太郎ではなく、平沼武を支持した。2009年8月、 第45回衆議院議員総選挙の大阪17区に改革クラブ公認で出馬するが、小選挙区、比例区ともに落選。2010年7月9日、HP にて、立ち上がれ、日本の運動員という言葉を使い、立ち上がれ、日本に参加したことを明かした。後に立ち上がれ、日本に入党、同党の大阪17区支部長となる。 2012年立花出版の伝統と革新に3月発売の第7号から毎号論評を寄せる。9月、弁護士法違反事件の執行猶予が満了。12月17日、第46回衆議院議員総選挙に日本維新の解放人で比例近畿ブロック単独候補として出馬し、当選。衆議院議員として正解に返り咲く。 2013年5月17日、維新の会の会合において、日本には韓国人の売春婦がうようよいる。反撃に転じた方が良い。大阪の繁華街で、お前、韓国人に安婦やろうと言ってやったらいい。などと発言したことに関して、その場にいた党員から問題視されて撤回を要求されたため、その場で発言を撤回した上、同日中に維新の会へ、 離党届を提出した。なお、維新の会の幹事長である、松井一郎は助席する方針を示し、議員辞職も求めると述べた。同年5月18日、党から除名された。2014年9月25日より、太陽の党代表。2014年11月26日、次世代の党は、太陽の党代表の西村を第47回衆議院議員。 総選挙大阪16区の公認候補として擁立すると発表し、西村は太陽の党を離党した。12月14日に実施された総選挙において、小選挙区で公明党の北川和夫に敗れ、比例復活もならず落選。2016年3月12日、日本の心を大切にする党は、西村を第24回参議院議員。 通常選挙全国比例区の公認候補として、擁立したが、落選。2017年9月20日、翌月投開票が行われる第48回衆議院議員総選挙に、対し、安倍政権への支持を表明した上で、与党候補との競合を避けるためとして出馬しない、意向を表明した。2018年秋の叙勲で、朝日、重光明を受賞。 これまでに在籍した政党はすべて解散、消滅しており、現在の所属党派は不明。2010年2月2日、頑張れ日本、全国行動委員会結成大会における西村、登壇者の右隣、北朝鮮による日本人拉致問題への取り組みとして、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟の幹事長を務めた。 1> 第170回国会で提出されたパチンコ店における出玉の監禁行為を取り締まり、完全に違法化することに関する請願の紹介議員である。数学者、岡清を信奉する人物の中では、古参の一人である。2014年の第186回国会において、大臣、副大臣、政務官、補佐官、議長、副議長、 委員長のいずれの要職にもついていなかったのみならず、質問、議員立法、質問主意書提出のいずれもなかったことが指摘された。いわゆる保守政治家であるが、自由民主党に所属したことが一度もない。なお、次男の西村光は、自民党所属である。2013年2月、滝島関連の集会に出席し、たとえ、戦争をしてでも島の主権を奪還すべきだと、 演説したことがある。2013年5月17日の東大西会で日本には韓国人の売春婦がうようよいる。大阪の繁華街で韓国人にお前慰安婦やろと言ってやったらいい。外伝では橋本氏の報道が捏造され始めている。慰安婦がセックススレイブと転換されている。これが広がれば反日暴動、暴略が成功しかねない。 反撃に転じた方が良いと発言直後に取り消し謝罪した。ただし、維新の会の幹事長である松井一郎が議員辞職を求めたことに関しては、私は断じて議員を辞職しない。いや、辞職してはならないのだ。私は祖国日本に対する愛と忠誠のゆえに、断じて議員辞職できない。一千万人が来ても辞職しない。と述べている。 ありがとうございます。